こんにちは、のり太郎です。今回はモダンコイン投資戦略として鑑定して70グレードにならなそうなものは販売元のロイヤルミントに返却する方法をご紹介したいと思います。モダンコイン投資で、一番大事なところは鑑定に出して70グレードがつくかどうかです。なので今回は買ったコインに傷や、黒い点みたいなものがついていた場合にイギリスのロイヤルミントに直接返却をして、次を待つというのが、投資として、見た場合には大事なポイントになるかと思いますので、泣き寝入りせずに思い切って、外国で英語なんですけど思い切って返却してみましょうということで、そのあたりを詳しくお話ししたいと思います。でこれは、気が引けるような方もいらっしゃるかと思うんですけど、普通に考えて70グレードつかないものっていうのは、不良品と言ってもいいものなので、物品の購入者に与えられた当然の権利ですので、何の問題もありません。ただしロイヤルミントのホームページには、受け取ってから30日以内であれば返却可能とありますので、届いたらすぐに、ルーペなどを使ってですね、傷とか点のようなものがないかっていうのをチェックすると良いかと思います。どういう傷が問題になるかにつきましては、世界コインさんですねがたまにYouTube で、コインをひたすら見て傷物、ここがこう傷ついてますみたいな YouTube を上げていらっしゃいますので、そちら参考になるかと思いますので概要欄に貼っておきます。後ほどご確認ください、ということで早速ロイヤルミントのホームページを見てみましょう。でまずホームページの下の3本線のところメニューを押して、まずホームに行きます。でホームページの一番下の方に行きますと、こちらですね、ヘルプメニューっていうのがこれですね、ヘルプトピックスというのが出てきます。でここの配達というところを押します。で配達というところを押すと、翻訳されました。でここで、記念歴史的贈答品の返品という項目があります。これを押すとロイヤルミントへの返却プロセスというのが出てきます。で、ここですね、上から3行目のところに受け取ってから30日以内に返品することを条件に無料で返金または交換を提供しますと書いてあります。で、その後7日から10日以内に払い戻しを処理するために最善を尽くしますということですので、だいたい1週間返品して届いてから1週間ぐらいで、届くということになります。クリスマスの場合は特別1月の 末ぐらいまで延長しますというのも書いてあります。でその中で、こちらですね、製品を慎重に梱包し次のメモを同封してくださいと書いてあります。一つ目がカスタマーコード、二つ目が発送参照で、三つ目が返品理由ということで、そのあたりをロイヤルミントから受け取った、明細ですね、明細が一緒にコインと一緒に入ってくると思いますので、そのあたりにこちら書いてありますので、そのコピーを一緒に同封するといいかと思います。でその中で、こちら参照していただきたいんですけど、先ほどのカスタマーコードはこれに当たるかと思います。であとは発送
3章っていうのが、まあ、この辺の数字になりますので丸をつけて、でこの品物、まあ、何個で、返却理由ですね。 I will return the item because it is scratched ということで、傷がついているから返送しますと書くと。でこれを同封して、送るとよろしいかと思います。続いて国際郵便でこちらを送るんですけど、日本郵便ですね、郵便局で非常に分かりやすく今国際郵便で送ることができますので、そちらの方法を記したいと思います。まずヤフーとかでですね、国際郵便と売っていただくとこのようにまあいろいろ出てきます。で国際郵便 EMS っていうのが今回使うサービスになります。で国際郵便 EMS を開くと国際郵便マイページサービスというページが出てきますので、まずログインするのに、こういった会員登録が必要になります。会員登録をまずしたいと思いますが、会員情報ですね、名前とか部署名とか、まあこの辺部署名とか会社名はいらないんですけど、まあ、郵便番号、住所、電話番号、性別、まあ、性別等は必須ではないので、メールアドレスですね、あとはパスワードを決めていただいて、まあ、秘密の合言葉を決めていただくと。で、まあ、案内希望するしないとか、まあ、同意するっていうところに入れて、入力していただくと次に進むことができます。で、次にご依頼主入力ということで会社名、名前などと郵便番号、住所などを入れます。で住所は、まあ、ここにちょっとデモで書いてありますけど、まあ、英語で打ち込むので最初に番地を書いて、何々町、何々市、何々県みたいな感じで、アルファベットで打っていきますと。送り先ですね、送り先に関してはロイヤルミント、ユナイテッドキングダムで、この住所が先ほどの、ロイヤルミントのホームページにここに送ってくれという住所が書いてあります。PO ボックス500ポンティクルンと書いてありますね、のザ・ロイヤルミントに届けてくださいということで、打ち込みます。この郵便番号のところが CF7288BR ですね。で電話番号がロイヤルミントの電話番号ですね、0800-0322-154というような、まあ、こちらも先ほどのロイヤルミントのホームページに書いてありますので、そちらを入力して、次へ進むと。で、こちらで EMS の物品というところを次に選びます。で、下の方にですね、内容品種別と書いてあるんですが、そこは返送品というところを選びます。次にこちらの内容品帳から選択するというところの、中身を打っていきます。これがヌーミスマティックというのが、貨幣ですね、アイテムメタルということで貨幣が入っていると。でリターンのグッズというのは、ここはですねちょっとポイントになるんですけど、ちょっと後ほども出てきますけど、リターンのグッズっていうのが、まあ、返送品ということなので、これをしっかり書いていないと、返送品ではない場合は関税を取られる場合がありますので、このリターンのグッズっていうのが分かるように、いろいろなところにしつこく書いておきます。
で、ユナイテッドキングダムで1個あたりのグラム数で、単価ですね、こちらの単価は最終的に、こちらに請求された日本円の単価を書きます。で、個数で、こちら3個だったので、かける3の数が内容の合計の数と。で、まあ、こちらの危険物ではないというところにチェックをして、次へということで、発送予定日、総重量、個数、損害用、小額っていうのを、内容の金額を入れて、郵便料金が出てきます。こちらの、インボイス情報ですね、下のところ、有償無償ってところは、まあ、無償で送ると。で、最終的にこうチェックが入りまして、これで内容確定します。で、最後に、二次元コードですねっていうのをメールアドレスを入れると、そちらに、送ってきてもらえますので、こちらを入力してメール送信というのをすると、このように二次元コードというのが届きます。で、こちらをクリックすると、まあ、このような、まあ、二次元コードが表示されるので、この表示をスマホに表示させたまま、まあ、郵便局に持って行って、まあ、このような機械が、まあ、小さいところではないのかもしれないんですけど、まあ、少し大きな郵便局に行くとおそらくこの機械があると思いますので、ここで、読み込ませると、このように右下からですね、右のこのプリンターから、送り状とインボイスが印刷されますので、これと箱入りの商品を郵便局の窓口に渡して、最後に、記載されている送料を支払うと完了ということになります。その際に、間違えて関税を取られないように、先ほども、書きましたけど、ここですね、リターンドグッズっていうのが分かるように、箱にも大きく見えるように記載しておくと間違いないかと思います。で、これで返却の作業は完了 で、その後、一応私の実績ベースでは1週間ぐらいでロイヤルミントに到着しまして、そこから約1週間でロイヤルミントから返金がありました。なので、送った日から2週間ぐらいで、返金されるということになります。ただ返金される金額は買った時にロイヤルミントに支払った値段のみになりますので、購入時にかかった輸入消費税分ですね、あとはこの送った時の送料は損するということになりますので、まあ何でもいっぱい買って返せばいいというわけではありません。その分、やっぱり若干損しますので、その点はご注意くださいということで、まあ明らかに70グレードは無理そうなコインについては、まあ、買った値段で返却するという、まあ、モダンコインで、まあこれは一つの失敗にはなるんですけど、まあ売れ残ったりですね、まあ安く買い叩かれてしまうっていう失敗を防ぐという意味では、一つの大事な戦略なんじゃないかなということで、返送の、仕方をご紹介しました。まあ、これをすることによって70グレードになる確率が上がると思いますので、ますますやっぱりモダンコインの投資で失敗しにくいようになるかなと思います。それでは今回のお話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご覧になっていただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。